皆さんこんにちは、サラリーマッチョ日誌です。今回ですね、この京都烏丸にあるレブールからお送りしております。後ろにね、うちのトレーナーの匠くんもおります。お願いします。はい、お願いします。今回のテーマどうしましょう。今回は、はい、視聴者様から質問をいただいたんですけど、はい、肩がなかなか発達しないということで、はい、西さんのダンビルのみで鍛えるトレーニングを教えていただければと思います。肩トレですね。私は肩が比較的強みではありますので、ダンベルのみでおすすめの種目を厳選2種目ご紹介します。で、この肩を大きくするときも、肩も三角筋、スリーヘッド、フロントサイド、リア、前、中部、後ろと3つの種類があるんですけれども、特に肩のボリュームを出すためには、フロントとサイドというのが一つ前から見た時の肩のボリューム感を出します。リアはリアでめちゃくちゃ大事なんですけれども、今回はパッとね、前から見た時の肩のボリューム感を出すということで、フロントとサイドメインで一度に鍛えられる種目を2種目ご紹介していきたいと思います。私の YouTube ではボディメカネの有益な情報を定期的に配信しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録と土ボタン押してるけどよろしくお願いいたします。私の視聴者さん、忙しいビジネスマンの方多いと思いますので、そんなに探す手間も省きますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。肩、まずダンベルでやっていきます。皆さん、ご自宅、ジム両方ね、ダンベルとかご用意、できるんじゃないかなと思います。私も家にね、5キロぐらいの鉄アレがあります。このダンベルを使ってご紹介する1種目目、アーノルドプレスでございます。アーノルドプレスというのは、アーノルド・シュワルツネガー、シュワちゃんね、これ名前が取れてらしい、要はダンベルで、ショルダープレスという種目がございます。ショルダー、肩でプレスをしていく。この種目の変形がアーノルドプレスという種目で、プレスの動作の時に、戻す時に肩の前にダンベルを持ってきてプレスをする。また前に持ってきてプレスをする。こうすることで三角筋の中部とフロント、特にフロントを鍛えていく種目になります。この種目の推しポイント、何がいいかというと、一つはショルダープレス。結構ね、肩の種目で多いんですけれども、可動域がそんな取れないんですよね。肩の種目に行くとワンレップがすごい短いんですよね。もうポン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 やってしまうので、筋肉の緊張する時間というのが短くなってしまいます。なので、例えば肩でもね、サイドレースとかいろんな種目をするときに回数多めがいいって肩の種目言われること多いと思うんですね。で、その理由の一つが、やっぱワンレップあたりの距離が短い、要は筋肉の緊張時間が短くなってしまうというところがあるんですけれども、アーノルドプレスに関しては普通のショルダープレスがこれで終わってしまうのに対して、アーノルドプレスはここからさらにこういう動作が加わる。筋肉の緊張時間が倍近く、倍以上かな、筋肉が緊張し続けるということで、これですね、筋肉への刺激になって特に三角筋のフロントに入ってきます。で、肩、刺激の強さにはもちろん重量、それから回数であるんですけれども、あまり肩は重いものを持ちすぎるとどうしても、負荷が乗らなくなったり、他のところで支えてしまうというのがあるんですが、ここにね、この秒数、筋肉の緊張時間という刺激を加えてあげることで、ちゃんと効かせられる感覚を得たまま強い刺激強度を上げていけるということで、非常に私このアーノルドプレスを推しております。そしてもう一つ、アーノルドプレスを推すポイントがあります。これはですね、より重いものを持っていこうとすると、今スタンディングでやってたんですけども、ベンチを使うことでより重たいものを体を安定して動作をすることができる。なので、よくこうやってベンチでショルダープレスされている方多いんじゃないかなと思います。ただこれもですね、一つ問題点があるんです。匠くん、スタンディングと比べてこうやってシートレッドでダンベルショルダープレスをすると重量は持てるよね。はい。その代わり、これも懸念点、欠点でなると思う。ベンチを使うことの懸念点、欠点ですか。うん、違う部位を使いやすい。おー、いいね、ということです。結局、こうやって重りをこうやって持っていることになるんだけども、はい、この重さを支えるときに、結構ね、ベンチに、ね、体をね、預けてしまっている、はい、それによって、結構ね、このベンチの力と背中の力を使って、ハンドで上げてしまってるんですね、全身でこの負荷を分散させているっていうのかな。なので、例えば、こういうベンチに寄りかからずに動作をすると、全然重たいものを持てなくなる。その分、スタビライザーとして体のバランスを取る代わりに、細かい筋肉をいっぱい動員して、その分、たくさんの筋繊維を動員できるというポイントがある、メリットがある。ただし、そうすると重量を持てなくなるので、重量優先するのであれば、ベンチを使って安定した状態で動作をする。その代わり、このスタビライザー的に動きがないので、たくさんの筋繊維を動員したいんだったら、やっぱりこういう風に負荷を逃がさないように、ここで受けるようにする。で、アーノルドプレスは何がいいかというと、しっかりとベンチに背をつけた状態でプレスをするので、それで重量を持てますと。その上で、ネガティブで戻すときに、前の方にダンベルを持ってくる。こうすると、ちょっと横から今度取ってほしいんだけれども、今までは、この軌道でショルダープレスをしていると、もう体がね、こっち、この肩甲骨で自分の重さを預けて、ここで支点にして動作をしているんだけれど、ここで腕をこう前に持ってくる、ダンベルを前に持ってきた瞬間に、この背中で、ここで支点で重みを支えていたのに、
重りとしてのラインが崩れる、はい、今ではここの延長線上の重りが動いたのに前に持ってくることで背中で支えられなくなっちゃう。でその重さは全部この三角筋のフロントで負荷を受けなければいけない。なので重いものを持ち上げられる。そしてその重い重りをそのまんま肩のフロントで預けられなきゃいけないからすごく強度が高いわけ。これ例えば軽い重りでずっとこういう動作をしてるんだったら軽い強度になるんだけども、しっかりショルダープレスで限界まで上げられる重い重りを持った上でネガティブで戻してきて、ここで背中で支えてた重量を全てフロントで支えてあげなきゃいけない。さらに筋肉の緊張時間も長く、こういう風にして自然とショルダープレスの強度が上がっていくということで、非常にこのアーノルドレスというのは理にかなった種目であるということで、おすすめの種目1個目がアーノルドプレスでございます。実際にね、もうちょっと重たい重りで私1回やってみましょうかね。雰囲気を今すでに結構もう動作で肩パンパンになってしまってるよ。一つ質問いいですか。はい、何でしょう。その種目は1種目目に持ってきて、はい、最大出力でやった方がいいですかね、うん、ああなるほど。アーノルドプレスのおすすめの順序、はい、1種目目でもすごくいいけれどおすすめはね、1種目目はどちらかというと本当に最大限力を発揮できる種目を持ってくるっていうのがやっぱりやりやすくある。1種目目にやるっていうことは結構重量を持ててしまうので、アーノルドプレスっていうのは、動作をするときに少し複雑性を増す。ここから軌道はこういう動作じゃなくて、もうこの時点で行きと帰りが違うわけよね、だからその分コントロールをするという意識が働くことになるので、1種目目ですごい重りを積もったアーノルドプレスをするっていうのはちょっと熟練度が高くないとやりきるのは難しいかもしれないので、最初の方は1回目の肩トレの時は例えば普通のダンベルプレスとかスミスマシンでプレスをして、でサイドレーズやって、いろんな種目をやって終わる。で次の2パターン目の肩トレとして今度は重量を求めるプレスじゃなくて1種目目にアーノルドを持ってくるとか、そういう感じで例えば重りを持たずに1種目目だけれども重量を最優先しないような日を作るとか、あるいはショートプレスを最初重いものを持った後でひとしきり終わった後に最後の潰しとしてアーノルドプレスを4種目目5種目目に持ってくるっていうような形でも OK です。なんでまあ何でもいいっちゃ何でもいい、ただ1種目目に高重量を扱う時っていうのはちょっと難しさがあるので注意をしてほしいというのがポイントですね。はい、ありがとうございます。まあ今ちょっと軽めで20キロですね。20キロでちょっと雰囲気をつかんでもらえればと思うんですけども、まず太ももにですね置きます。スタートポジションはここです。いわゆる普通のダンベルプレスはここまで一緒、上げるとこまで一緒です。ちょっとお尻上げてこの反動でスタートポジションまで肩の上まで持っていきます。これも一緒です。普通のダンベルのショルダープレスと一緒です。で上げると、でここから今背中に預けてるんだけども、フロントでプレス、プレス、ここが一番しんどい、プレス、若干だけ背中丸めるような感じで受けてあげるとより負荷が肩のフロントここに乗る、ここが一番おいしいところですというような感じでございます。アーノルドです。一種目でございます。続きましてもう一個のおすすめの種目、まあね、細かくねいろいろサイドレースとかフロントレースとかいろいろやっていけば肩の前フロントを鍛わるわけなんですけれども、まあ、まとめて鍛えていこうということで、私のおすすめは次はプライトローです。こういう動作ね、なんだけれどもよくあるのがこういうイージーバーとかね、まあ、ストレートバーもいいんですけれども、こういったものでこういうプライトローをするということが多いんじゃないかなと思うんですけれども、私の今回はテーマダンベルということでダンベルでのアップライドローをご紹介します。ダンベルの方は私は個人的にはおすすめです。なぜかというとアップライドローのこの形というよりもこの動作でこう上げてしまうとちょっとね肩を痛めやすい方が一部いらっしゃいます。これ全員が全員じゃなくてやってみて痛かったらやめるっていうような感じでアップライドローはあんまりねその肩取りでも全員が全員進めてないと思うんですよね。でそこが一つポイントで、まあ、肩のインピンジメントとかでこう痛めやすい方がいらっしゃるので全員おすすめできないんですが、ダンベルの場合っていうのは少し話が違って、ちょっと肩に優しくできます。肩の優しさにテーマを置いた種目では今回なくて、あくまでバルカップ肩を大きくするための種目で私が実際にやっているアップライトローをやります。でこれはもはやサイドレーズなのかアップライトローなのかもうわからないもうわからないっていう種目です。でちょっとやりますね。こんな感じです。この片手で動作をやっていくわけです。サイドレーズ見えるんですサイドレーズかなこれ。じゃあこういう通りにも見えるよねまあ俺サイドレーズって言った時もあるこれを。でまあ冷静に考えたらこれアップライトローでもあるよね。肘を曲げて肘からこう上げていく動作なので、まあ一応肘が伸びて曲がっているという多関節っていう意味でいくとアップライトローなのかもしれないです。ただ私は
正直この種目が何なのかに関しては皆さんのあれにお任せしますで、アップライドローって言ったんですけど、アップライドローのようなサイドレイズのようなもの、ワンハンドダンベルアップライドローにします。で、これの要点としては肘を先に上げていく、で片手ずつやっていく。で、ダンベルなんで軌道が自由です。なんでこういうふうに急な状態でやってしまうと僧帽筋に入ってしまったりとか肩を痛めたりということがあるんですけども、片手でまずフリーウェイの状態で肘を自分の体側の方に向けて上げていく、この動作で、この時に顔を、まあ、軽反射も含めて少し、反対側のちょっと上目を向いていきます。こういう感じ、こういう感じ。これでこっちに向いちゃうと関係性が体が前を向くっていうことは結構ね、フロント気味に入っちゃうんですよね。で、それはフロントに入りすぎちゃうので、今回は一応アップライドローでありサイドレイズもどきみたいな形なんで、ちょっとチューブの方に動かしたい。その場合は軽反射は反対側、こっち側に持ってくるようにすると、よりちょっと外側の方に入ってきます。で、まあ、肘をちょっと自然に上げて、ちょっとこうクッと上げて入れてあげる感じ、肘をクッと上げてあげる。これで重量を上げていくと、高重量のコンパウンド種目出来上がりになります。で、かつ安全に動作をすることができる。これが重いものでアプライトをグワッと振り回すと、どうしても肩が逃げちゃったりとか、まあ、肩痛めやすいということがあるので、ダンベルでやっていきます。左右反対でやっていきます。ちょっと重いのでやっていきましょうか。実際これやるときも重い重量で、重い重量でやることが多いです。これも軽くやる場合もあるし、重いものは40キロとか40キロ超えでやるんで、それはもうサイドレースじゃない、アップライドローってことしましょう。ちょっとこれも20キロなんだけど、40でやりますと、こんな感じです。一つ質問いいですか。はい、どうぞ。肩トレーニングで、結構僧帽に入ってしまう方が、結構多くて悩まれてると思うんですけど、そうですね。その辺の注意ポイントを教えてもらってもいいですか。注意ポイント、一般の方に向けて僧帽筋に入りにくくするためのエクササイズというかドリルをお伝えしたいと思います。まずですね、先ほどお伝えした通りに片手でやるのがすごくいいよということを、まずヒントとしてねお伝えしたと思うんですけれども、なぜかというと、特に僧帽筋に入りやすい方というのは、私なんかは僧帽筋に入りやすいんですけども、肩幅が狭い人間、私狭いんですよ、鎖骨が短いんですよ。となるとこの肩峰、肩の動作の支点になるこの三角筋とこのね僧帽筋、まあ、体の中心の軸が近いので、この動作をした時に一緒に僧帽筋が上がってしまいやすいんですよね。に比べて匠なんかは肩幅が広いんですけども、そういう人はですね、この支点がここの中心とはずれているので、自然とねここの肩のこの挙上っていうのはしにくくなります。なので特に肩幅狭い勢に関しては結構気をつけなきゃいけない。で、その改善ポイントとして片手でやるとなぜいいかというと、重心をここじゃなくてこっちに、視点をここに置いてちょっと遠くに遠くにやっていくように、片手で意識するとここがね視点になりやすい。これ両手でやっていくとどうしても中心にね軸を通ってしまって視点が真ん中になってくる。そうすると僧帽筋の可動が入ってしまうというところがあるので、片手でねぜひトレーニングをするようにしてみてください。さらにワンポイントアドバイスとして、ダンベルを使った時にインクラインサイドレイズですね、これが一つ僧帽筋ではなくて三角筋で肩をオールアウトさせる感覚を身につけるドリルとして優れています。なぜかというと、やっぱり重力に逆らってこうやって動作をするとどうしても、ね、僧帽筋の関与というのは起きやすくなるので、であれば寝転がってここの動作というのはもう僧帽筋の関与がもう全く しないわけですよね。でこの状態でしっかりと三角筋がオールアウトする感覚を身につける。そうすることで、あ今効いてるわというところが、普段のサイドレイズの感覚として、あこっちに効いてるわと、こっちじゃなくてこっちが効いてるわという感覚で終わることができるということで、もしね片手プラスアルファで、より僧帽筋を効かせないためには、こういうねベンチを使ってちょっと寝転がった状態でインクラインとかね、もうちょっと角度立ってサイドレイズをしてみると僧帽筋に入らないんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、今回はですね、肩のボリュームを出すおすすめの種目2選ということでご紹介をしてまいりました。一つはアーノルドプレス、そしてもう一つは、ダンベルを使った片手のアップライトロー、ちょっとサイドレッズと言ってもいいかもしれないですが、そういった片手で行う種目というのをご紹介してきております。ぜひこちらの知識をですねベースに、実際に体を変えるには実践と正しい努力と継続が大事になりますので、知識だけで終わらせずに実際にねジムに行ったり自宅でトレーニングをやっていってください。もしお一人で継続するのが不安な方、モチベーション続くかな不安な方というのは、
私のオンラインサロンノーリミッツですね、切磋琢磨できる仲間がいますし、そこで相談なんかもしちゃいます。そして私と実際に、オンラインオフライン問わずにお話をする機会もございますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。そして次回にトレーナーにね、手と足に襲われたい、そんな方ですね、ここ、京都カラスマレベルにお越しいただければ優秀なねトレーナーがいますので、そちらも概要欄に貼っていますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。もうイケメンからゴリラから綺麗ところからもういろんなね私がお声かけをしたタレント揃いのジムになっておりますので、ぜひ一度お気軽に体験セッションお越しいただければと思います。はい、というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。公式 LINE もやっております。そちらはですね、私が短期間で体重を20キロ増やしたバルクアップ方法について、本来有料セミナーなんですけど、それも期間限定で無料でプレゼントしております。そちらもぜひお友達になってゲットしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられるノーリミッツ。You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it.